1874年、明治7年、関西の鉄道は阪神間を結ぶところから始まりました。Thank you.
1949年、昭和24年、日本国有鉄道が発足しました。上東線と西成線の一部、それに新線区間が加わって大阪環状線が誕生しました。ただしこの時点ではまだ環状運転にはなっていませんでした。1964年、昭和39年3月、大阪環状線で環状運転が始まりました。10月には東海道新幹線が開通しました。1987年、昭和62年、国鉄は分割民営化がされて、JR グループとなりました。
この年の4月に福知山線脱線事故が発生しました。この事故は100人以上の死者を出す大惨事となりました。最後までご覧いただきありがとうございました。お別れの前に少し未来の路線図をどうぞ。いかがでしたか？また遊びに来てくださいね。よろしければチャンネル登録をお願いします。